雪が積もってる。雪だるまにしようかな、それともかまくらにしようか。雪はたくさんあるから何でも作れちゃうね。今日ちょうど都内も雪が降ってますね。ということで、ね、2月10日のマギアレコード、マギレコの動画上げんのいつぶりだろうね。めちゃめちゃ久しぶり。あ、でいつも通り音楽はなぜか YouTube で消されるんで、マギレコの動画ね音楽は消してあります。さあね、マギレコの動画といえば、俺はガチャを引くのがメインですけども、バレンタイン系のイベントが始まりまして、かなりの復刻が入ってんですよね。まあ、今回引くのはメインとなる桜京子ドッペルバージョン。最近さ、というかマギレコずっとそうなんだけども、あの2人1組のね、魔法少女はまあいいとしよう、ね、なんか若い時のバージョンとかさ、クリスマスものとかちょっと衣装チェンジあるからいいけども、ただあの最近あった八千代さんのアニメバージョン、マミさんのアニメバージョンは性能やね、見た目が多少変わるにしても同じキャラじゃんっていうねすごくがっかりしたんですけど、まあ、今回はね別バージョン、しかも三滝原勢のね京子の新しいガチャが始まると、これは引かねばなるまいね。さやかもドッペルバージョンとかで出てくるかな、アンサーやでやっぱりそこのコンビはね入れてほしいからな。そしてジュエルの数めちゃめちゃ溜まってますね。とりあえず1回目の、うん、いや2回いけるか、まだちゃんとした計算はしてないけども100回しはいけそうな気がするんで、というかガチャチケが余りまくってる72枚、これを消費しましょうか。まあ、とりあえず出るまではカット。もしかしたら72枚カット分けは72枚消費した後かもしれないぞ。おい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 、49回目か。星4が1人出てしまった。まだ大丈夫、まだチケットも大量にある。ガチャチケはまだ数枚余ってるけども、とりあえず切りよく100回しするために一旦ここで止め、10連ガチャチケがまず6枚ある。てか月が変わったからその分もあるな。確かここまで石やガチャチケが余ってたのもね、引きたい子が全然現れなくてな。悪くはないけども今ここで引かなくてもって感じでね、ずっと引かずにいたらこんなに溜まっていた。まあこうやってね、本当に欲しいキャラが来た時にぶっ放す気持ちのいい使い方だ。ここまであって出てくれないっていうパターンもねなくはないからな。そこが怖い。ガチャチケはなくなり、ここからは石の出番。次でね100回しになるんで星4は確定だが、おローディングが長い、つまりは新機能が出る、そんな予感がしてきたぞ。これで持ってない新規で強行以外っていうパターンかねそれもありえるからね。炎といえばよーし、ごっつあんです。 BGM は切っているけども、 BGM 付きは後で個人的に見ておこう。紛れこの動画もうほとんど残ってないからね、昔上げてたやつは。ので今ついてる BGM は、うん、使って大丈夫 BGM から適当にチョイスしたものを編集で入れてるだけです。おお、すごい目だな。さすがドッペルバージョン、かっこいいけどもちょっとやりすぎかな、ちょっと盛りすぎかな見ての通り、気づいたらこんな姿になっちまったんだ。でも性格とかは何も変わってないから、これからもよろしく頼むよ。中身が変わってないのはいいね。今回のイベントで出てくるのかな。ドッペルはもう一人の自分みたいなもんだったってさ。ん？じゃあ果てなしのミラーズにいるコピー、あれは何なんだ？よくわかんねえな。他の町なら魔女になるところが、神浜市ではドッペルって現象が起きてまた魔法少女に戻る。本当に不思議な町だよな。
さやかとは一緒にいるとなんか楽なんだよな。たまに口うるさいけど嫌な気はしないんだよね。いいね、ちゃんとさやかのことも言ってくれる。そしてこのにっこり顔。なぎさは子供だからな、マミに食いもん出されるとすぐに機嫌よくなっちまうんだよね。待てよ、もしかして私も同じなんじゃ。この気配は魔女か。場所は私のお気に入りのチュロスの店があるあたりじゃねえか。いい度胸だ、ぶっ潰してやる。チュロスのお店を。そっちじゃない。いて、この髪型思ったより高さがあってさ、油断してるとその辺に頭ぶつけちゃうんだよね。キャバ嬢みたいな盛り方だもんな。でもちょっと前のキャバ嬢で最近はそういうのはないのかな。なんとかペガサス商店盛りとか。よし、とりあえず結構使いましたけども、うん、まだまだね、衣装は残っている。次何が来てもまだ100回しとかはできるぜ。無事に桜京子ドッペルバージョンをゲットしました。イベントの方も個人的に楽しくやらせていただきます。それではまた次回。